どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、なんかだんだん寒さが強くなってきた感じがしますけども、皆さんいかがでしょうか。僕の場合今これスマホで調べると、気温が16度って出てきます。今東京に住んでるんですけど、気温が16度って出てきます。で、今11時半にこれ撮影してるので、例えば朝だったり夜はもうちょっと気温が低くなります。12度とか11度ぐらいになります。で、お昼も例えば今こうちょっと曇りでどんよりしてますし、風もちょっと吹いてたりするので、そうなってくるともうなんか朝から夜までずっと肌寒っていう感じになってきます。で、僕の場合こう朝と夜なんかはこのパソコンに向かってこうカタカタって仕事してるわけなので、なので余計ですね、そんな時ってもうめちゃくちゃ寒いんですよ。体の骨の芯というか、体の芯が冷えてるぞみたいな、これ続けたら風邪ひいちゃうよみたいな、そういう感じなんです。で、まあこれからどんどん冬に向かっていくわけなんですけど、この部屋をパッて見た時に、そのこれの状態じゃ冬は越せないよねっていうのがありまして、今年の冬を越すために必要なアイテムは何かっていうのをその自分なりに考えて、今回はそれをですね、ちょっとその冬用のアイテムたちを入れていきたいというふうに思います。でも本当はその去年の経験から冬のアイテムを入れると、例えば手袋だったりマフラーとかっていうのを入れると、もうだいぶ荷物がかさばる、ごちゃごちゃしててすっきりしないなっていう経験があるので、なので今回はまあその一発で今年の冬はこれ決まり以上みたいなことはちょっとできないと思うんですけど、今の状況で必要なアイテムっていうのを入れていきたいと思います。はい、ちなみに今のお部屋はこんな感じになってます。で、かけるやつと枕がないじゃないですかっていうツッコミが来ると思うんですけど、それはですねこっちの方にあります。こんな感じで寝てます。枕の上にパソコンがあるとちょっと危ないんじゃないですかっていうふうに思うと思うんですが、これはモニターアームというやつでがっちりと固定をされているので、そこは安心です。はい、でまあちょっとこの布団の話に戻るんですけど、この状態だと結構寒いです。はい、もうちょっとあったかい装備が欲しいなって思ってます。半ズボンの状態で言うなよっていう感じがするんですけどこの状態だとやっぱちょっと寒いですね。だいたいですね、実家に連絡すると去年買ったけど使わなかったアイテムっていうのがまあなんか 1,2 個あるわけなので、布団ないっていう、かけるもんないって連絡したら、まああるよということで、今回はちょっとこれをですね、もう本当ありがたいことにいただきましたんで、なので今回はこれらを開けて冬を越していきたいんですけども、この部屋にデザインがマッチしてるかとかそういったことはちょっとどうでしょう、わからないですけども、はい、開けていきましょう。あれ、これが布団ですね。布団で、これがなんだろう、シーツかな、布団カバーかちょっと分かんないですけど、うん、なんかわかりますか、なんかすごいホワホワしてます。うん、あ、なんかこういう素材僕すごい好きなんですよね。あ、見るだけで触るだけでこう、あ、いいなって思えるっていう、なんかありますよね、そういうのって、物との相性というか。はい、で次はこれはこれ毛布ですね。毛布、すごいなんか女性感がすごいんですけど、もう毛布あるのでいるかなっていう、ちょっとこれはまた実家に電話して相談します。でこれが、布団ですね、掛け布団ですね。もうこれとこの毛布と組み合わせがあればもうこれで冬はだいぶ越せるかなって感じがするんですけども、動画を撮りたいな、撮影したいなっていう気持ちはあるんですけど、こういう布団カバーをかけたりする作業自体はめちゃくちゃめんどくさいんですよなのでなんか若干矛盾を抱えてるんですけど、まあやっちゃいますうん、これ結構いいんじゃないですか。まあ布団カバーをかぶせて2つ折りにして、まあ、サイズがちゃんと収まるようにしたわけなんですけど、まあ、僕寝返りはそんなに激しい方ではないんですけど、これを寝返りじゃなくて朝起きてこの布団がどっか吹っ飛んでたら、あ、なんかこれを2つ折りじゃなくてもう広げて、使っていきたいと思います。はい、あー、ありがてえ、あったけえ、これで寒い冬を越せます。いやー、でも、まあ、こうやってちょっと物が増えると途端になんか
あれダサっていう感じになっちゃうんですよね。僕ちょっとあんまそういうセンスがないので。そう、例えばこうやって歩いていく時にこうちょっとこう懸垂をサクッとやっちゃったりとかっていう、このバーを置くっていう、まあそういう合理的に考えることはすごい好きなんですけども、ただあんまり美的センス的なものがないので、そうやっぱこう物をなんかそれもあると思います。物を増やしたらダサくなっちゃうから、あの物を増やしたくないなっていう、デザインだったり美的センス的なものはこれからちょっとずつ磨いていきます。はい、じゃあ、 まあ次なんですけど、僕あのこの作業、まあ、こうやってあの仕事をしていると足がですねもうすんごい寒くなっちゃうんです。で暖房をつけてもいいんですけど、暖房をつけると上が暑くなって下はまだ寒いっていう状況に、まあ、やっぱどうしてもなってしまいます。なのでまあそんなアイテムちょっと今からまあ膝掛けですよね、それをちょっとゲットしに行きたいと思います。違いますね、膝掛け1枚あるだけで、あるとないとじゃ、あ、めちゃくちゃあったかいです。まあ、足先は、まあ、まだ、まあ、全然普通に冷たいんですけど、まだなんか足先の対策をするような寒さでもないので、まあ、一応膝掛け1枚でちょっとしばらくは様子見でやってみようかなというふうに思います。まだまだ冬支度は終わりません。このマフラーと、この下半身のヒートテックです。僕はこれすごい気に入ってますんで、はい、あのこれはずっとこれからも愛用していこうと思います。でこれは別になんかあの見てくれとかあんま関係ない気がするので、これはもうボロボロになるまで使い切って、お役目ごめんだったら処分をしようと、まあそういう感じでやっていきます。これもそろそろ出番が来ましたね。ずっとあのタンスというかこっちにあったんですけど、これです。確かこれは洋服の青山だったかな。そうそう、こんな感じになって、あ、これはあったかいわ。普通にこの中セーターでマフラーでこのコート着てたら多分もう普通に2月3月とかも全然過ごせるっていう感じですね。あ、これはもうすごい買ってよかったって思ったアイテムなので、こんな感じでこうフェルト生地ですごいホワホワしててめっちゃおしゃれなんですよ。僕すごい気に入ってて、はい、まあ、なのでこんな感じで、今年の冬は過ごしていこうと思います。そうって言いたいんですけど、ちょっとあの H&M で買ったやつです。はい、H&M で買った、去年今年ちょっと忘れちゃったんですけど、今年の春かなに買ったやつで、もうサイズがぴったりでめちゃくちゃ気に入ってたんですよ。生地も厚手で伸びないし、すごい気に入ってたんですけど、このですねお股の部分がほらほらこんな裂けちゃいました。なので先ほどユニクロに行って、このジーンパンというかジーパン風の見えますか、よいしょ、このヒートテックですね、ヒートテック、はい、これを買ってきましたと。ということで、まあ、買ってきたもの、新しく追加したものと、タンツから出してきたもの、引っ張り出してきたものを合わせるとこんな感じになります。点数で言ったら1,2,3,4 で、これ5,6,7,8,9,10、まあ、大体この10点、 あとこの着てる服ですね、11とか、で、僕はこの秋ですね、12月とか来年の1月ぐらいまではこれで、過ごしてみようと思います。あの気温が2度とか3度ぐらいになった時に多分これじゃ過ごせないかなっていう、まあ、特に服、あのこっちはまだ大丈夫だと思うんですけど、まあ、問題はこっちの、 あのレパートリーがちょっと少なすぎるかなっていう、多分死んじゃうって感じがするので、そう、もうなんか来年こうしたらもうちょっとこう手袋なり、まあ、そういったアイテムもまた追加していくと思いますけども、とりあえずはこの装備でいきたいと思います。
で、あとはその個人的に最近進めていることっていうのは、その帰りたくなる部屋、居心地がいいお部屋を作るっていう、どんどんそっちをブラッシュアップ、環境ブラッシュアップをしていくっていうことをやっていますので、なんかこうアロマだったりお香的な、その匂い的なところでもリラックス空間を作っていきたいですし、なんかこういった、あのこれから寒くなって冬になってくると、この中に敷くやつというか、その多分このフローリングもすっごい寒くなっちゃうと思うんですよ。で、あの寒いお部屋に帰りたいとは思わないので、普通めちゃくちゃ寒いお部屋ってやっぱどうしても寂しい感じもしますし、その部屋に帰りたいかって言われたら、ちょっと微妙なところだったりすると思うので、それはまたあのお部屋の環境ブラッシュアップってことで、またなんかこう追加をしたら、それはシェアさせてもらいますね。はい、ということで、まあ冬になるとやっぱこうどうしても物っていうのは増えてしまうんですけども、あくまでも必要だと思ったから買ったし入れたし、やっぱその入れる前って衝動的に買ったり入れたりしてるわけではないので、 そこら辺はあのなんかこう参考になってくれたら嬉しいです。伝えたいメッセージだったり見せたいところはシェアしたと思いますので、今回の動画は以上とさせていただきます。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。